失礼します。おはよう翡翠、今朝もありがとう。おはようございます、四季様。お目覚めになられていたのですね。ああ、昨日はぐっすり眠ったから。着替えたらすぐに食堂に行くよ。琥珀さんにはちょっと熱があるから量は少なめだって伝えてほしい。かしこまりました。あの、体温計は必要でしょうか？いらないよ、どうせいつもの微熱だし。それでは着替えはここに、食堂でお待ちしております。心配してくれてるのかな。でもこんなの本当にいつものことなんだけど。しかしガムテープは本当ないよな。見てるこっちの血の気が引いたし、今度会ったら。そうだ、それがいいに決まってる。あら、おはよう兄さん。今朝は早いんですね。おはよう、秋葉の方こそいつもおはよう。兄さん、どうかしました？顔が赤いけど、熱でもあるんですか？あ、いや、熱は確かにあるんだけど。少し熱があるようですね。昨夜はきちんと毛布を使いましたか？環境が変わったから調子を崩しただけでしょうけど、念には念よね。そこで待っていてください兄さん。今琥珀を呼びつけますから、朝食の前に熱を測りましょう。いいんだアキハ、琥珀さんを呼ぶまでもないよ。起きたばかりで体調が悪いだけだから、いちいち気にしないで。体調が悪いのならなおさら放っておけません。風邪だったらどうするんですか？些細な病気でも兄さんには大事でしょ。免疫や抵抗力が人より低いんですから。兄さん、あの、ずいぶんと暑くないですか？
よし、急用を思い出した。シキ様、朝食まであと5分ほどかかりますが。そうか、ありがとう。俺のカバンは？カバンでしたらこちらに。行ってくれ。見送りはいいから。お待ちなさい。熱があるのに何をしているんですか、兄さんは。第一、廊下は走らない。妹の言うことはきちんと聞くが我が家のルールです。おとなしく今で熱を測ってください。悪い、ルールを守るのはまた後で。熱も下がったし、このまま学校に行ってくる。朝飯は勝手に何とかするから、今朝は多めに見てくれ。何とかするって、ちょっと兄さん待ちなさい。何ですかその言い分は。後で守るルールなんて、それじゃ規則とは呼べません。けど、怒る理由がルールについてなのが、秋原らしいな。